《5歳シータの日替わりラジオコント》《おい転校生,転校生また窓辺で誘われてんのか》おいあっいやおう転校生ってさんどっちかっていうと出ていく側を指す言葉だよね僕転入生の方が立場としては正しいかもほら ニューの方が新しい感じするし。あー、なるほどあ。じゃあもう一回やるか。おーい、転入せい。いや、<laughs> 変なやりとりだな、これも。そうだね。っていうかさ。んそろそろ名前を教えてくれよ。いや、もうちょっとミステリアスキャラ保ちたいかな。十分不思議だって。好み。そろそろお腹空いたね。外食しよっか。うん。全然関係ないんだけどさ。 和、洋、中ならどれが好きええー、和かな。ええー、珍しい。和食好きって別に珍しくないよ。和食あ、いやいやトイレのことね。和式の和ちょ、中って何中腰の中。中腰の中ジューンブライド。わあー、今月ご祝儀貧乏だわー。いやあ、めでたいよね。 6月に結婚すると縁起いいんだっけそうそうそう貯金切り崩しまくりよどんなに呼ばれてんの週5だね。もうそれ仕事じゃん。平日が恋しくて恋しくて、教会でエクセル打つ妄想ばっかしてる。そういう逆転現象もあるのね。決着。そろそろさ、白黒はっきりさせときたいなと思って。 なんか、そんな深刻な話あったっけパンダえ。えって、地肌は白いんだって。だから、毛を刈ると白熊になっちゃうの。ああ、そうなんだ。逆にうわ、びっくりした。シマウマは、地肌が黒いんだって。あえー、あえ。ちなみに、牛は地肌の色も柄通りなんだって。あの、もしかして今日ずっとこういう話白黒はっきりさせたいじゃない。そう。 でもないよ弱め星座占い今日の4位は大のあなた人に言うほどでもないけどちょっと嬉しいことが続きそう缶コーヒーを飲む時にすする音が出なかったり古いセロテープを破かず剥がせるかもラッキーカラーは乾いたアスファルトくらいのまだらグレー